はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ言ってる山ちゃんと申します。今回は Steam で2024年4月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。4月の下旬は暑い暑いです。なんだかんだ注目作が結構登場予定。特に月末26日の週末前の金曜日はサガエメラルドビヨンド、サンドランド、マナーロードなどなど発売日がかぶり激戦模様。私もマナーロードを買う予定でしたが、自分でも予想外になぜかねサガが気になりだしてます。懐かしさからでしょうか。そして今月の Steam のイベントは4月16日から FPSS 4月30日からはファーミコフェスが開催される予定となっているので、気になる方はチェックしてみてください。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにドリームタクティクス。カードデッキで戦うメルヘンなシミュレーション RPG。 本作は 2D ドットで描かれたメルヘンチックな夢世界ドリームワールドを舞台にしたデッキ構築型のシミュレーション RPG です。プレイヤーは主人公の魔法少女ネルとなって、ピロー軍団によって崩壊の危機にあるドリームワールドを救うため、空に浮かぶ島々で構成された世界を冒険しながら仲間を集め、ピロー軍団に立ち向かっていくことになります。ゲームは見た感じファイアーエムブレムガイデンに近い印象。自由に移動できるフィールドマップでの探索とマス目移動とカードを使った単性バトルで展開。戦闘では各キャラクターのカードデッキから毎ターン新しい5枚のカードを引き、攻撃や回復のほか特定の効果を持つスキルをうまく使い、戦略を立てながら戦っていくことになります。冒険を進める中で新たなカードを入手したり、戦闘を重ねることでレベルアップしたりと、カードデッキの強化やキャラクターの成長要素だけではなく、冒険の道中で仲間になるキャラクターはそれぞれユニークなカードを持ち、最大4人までパーティーに加えることができ、装備やアクセサリーによって能力を強化していくなど、結構やりごたえがありそうな感じです。ちょっとメルヘンチックで人を選びそうですが、シミュレーション RPG としては結構面白そうな印象を感じました。ドリームタクティクスは2024年4月3日リリース予定、日本語対応の作品です。バーティカルキングダム。ピクセルドットが美しいデッキ構築シティビルダー。物語の舞台は戦争によって荒廃した世界。プレイヤーは建築家となって帝国の再建に取り組んでいくことになります。ゲームはカードベースの建築システムとリソース管理を組み合わせたものとなっており、各ターンに登場するカードを使って建物を建築していきます。本作は横方向のスペースに限りがあるため、建物を積み重ねていく縦方向の建築がメイン。建物を他の建物に近づけると特別なボーナスが得られるなど、相乗効果を得ることができますが、スペースには限りがあるため、建物をどこに配置するのかを慎重に考え建築していく必要もあるようです。物語を進めると都市に新しいカードがアンロックされ、より多くの市民を受け入れる建物などが建てれるようになり、どんどん都市が拡張していくのは楽しそうです。またゲームモードはキャンペーンモードに加えてエンドレスモードやサンドボックスモードなどが用意され、制限なく自由に自分だけの都市を築くことができるようです。バーティカルキングダムは2024年4月16日リリース予定、日本語対応の作品です。アミガサ岳ザ・ハント2。キノコハンターとなって自然の中を散策するアドベンチャー。私キノコ類あんまり好きではないですが、雨季によるとアミガサタケは食用キノコとのことで、日本では食用としてあまり重視されてないようです。正直見たことないし、スーパーで売っててもとりあえず買わんかな、まあ、そんな本作はアミガサタケ狩りが大好きな兄弟チームが手掛けた作品とのこと。前作と同様にキノコ狩りと野生動物の写真撮影をテーマにのんびり遊べるゲームとなっており、本作では新しく登場するキノコやアイテムのほか動物などが追加されているとのことです。ゲームの主な目的はキノコを採取すること。森には食用キノコのほか毒キノコが存在しており、これらを採取することでポイントが獲得でき、キノコハンターレベルが上がっていきます。ですが毒キノコを拾うとポイント等体力減ってしまうので、様々なキノコを採取して見分け方を覚えていく必要もあるようです。探索できるマップは7種類で、森やジャングル、洞窟など様々なロケーションが登場し、中にはスキューバダイビングするステージも存在。ゲーム内で100日が経過すると季節が変わり、マップにも変化が生じるため、季節の移り変わりを感じながらゲームを楽しむことができるようです。さらにゲームはキノコ狩りだけではなく、カメラを使って出会った野生動物の写真を撮影することでもポイントを獲得でき、写真家レベルが上昇。これらのポイントを使って虫除けスプレーやレインコートなど役立つアイテムを購入すれば、さらなる散策を楽しむことができるようです。また森には実在する野生動物だけではなく、伝説上の生き物も登場するようです。
のんびりキノコ狩りをしながら森を散策し、野生動物たちを写真に収め、平和なひとときを楽しむアドベンチャー。アミガサタケザ・ハント2は2024年4月18日リリース予定、日本語対応の作品です。キングスグレイブ、国を救うため国王自らが戦う 2D アクションアドベンチャー。プレイヤーは長い眠りから目覚めた国王となって、疫病とモンスターによって蝕まれた崩壊寸前の王国を救うため、分断された国を旅する物語が描かれます。本作はゼルダの伝説シリーズに影響を受けたとのことで、クラシック作品のゲームプレイを再構築したメトロイドバニア的な要素を取り入れ、新たな能力やスキルの獲得を通じてプレイヤーの行動範囲が広がっていくシステム。ゲームは見下ろし視点のアクションアドベンチャーで、森や砂漠、火山など様々なエリアを探索して、その地域を汚染している強力なモンスターに挑むことになります。さらに国や国民を救うためモンスターと戦うだけではなく、街を復興させることも重要な要素となっており、素材を集め家を建て街の復興を進めることで、王の真の力はその土地と住民と共にあり、家を建て街を復興させていくほど国王は力を得ることができるようです。蘇り師王が王国を再建しながらも市民を救うため戦うダークで壮大なアクションアドベンチャー。キングスグレイブは2024年4月18日リリース予定、日本語対応の作品です。ノーレストフォーザウィケット、オリシリーズの開発元が送るダークファンタジーアクション RPG。 本作は Steam でも評価の高いアクションプラットフォーマーオリシリーズを手掛けたムーンスタジオの新作アクション RPG です。ゲームの舞台は841年という遠い過去の世界。この国の王ハロル・ボレインがこの世を去り、まだ若く未熟な王子マグナスが王位を継承したことで、平和的に終わるはずの世代交代は混乱を極め、やがて壊滅的な対立へと発展。そんな政治闘争の中、離島サクラ島で島の住民たちを恐ろしい姿に変えてしまうペスティレンスという恐ろしい疫病が蔓延。プレイヤーは聖戦士セリムの一員となって、反乱勢力と地方政府が支配権をめぐり戦いを繰り広げている辺境の地サクラ島に救うモンスターや盗賊と戦い、サバイバルを続けながらも島や疫病の秘密を暴き、やがては王国の運命を切り開いていく壮大な物語が描かれます。ゲームは斜め見下ろし視点で展開。複雑に入り組んだ広大な島サクラ島の各ロケーションでは、その土地の人々が抱える問題や隠された財宝、恐ろしい怪物、そして解き明かされるべき秘密が存在し、プレイヤーはこれらの問題を解決しながら物語を進めていくことになります。戦闘は一見ディアブロライクなアクションのようですが、映像を見た感じではスピード感のある爽快なアクションではなく、バリーやドッジロールで敵の攻撃を避けつつタイミングを見計らって攻撃するソウルライク風な印象。また道中で入手できる戦利品はランダムとなるハクスラ要素もあり、武器にはコモン、レア、ユニーク、カースの4種類のレア度が存在。さらに武器にはルーンシステムが存在し、ルーンをセットすることでカスタマイズが可能。一方防具には属性が存在するほか、重量の要素もあり、重さによってキャラクターの動きが変化し、アーマーのクラフト要素も用意され、これによりプレイヤー独自のバトルスタイルを追求できるシステムになっているようです。この他にも本作には戦争で荒廃したサクラ島の都であるサクラメントの街を再建するという要素があり、プレイヤーは自宅を購入し土地を耕し食料を収穫して体力の回復とステータス向上に役立つ食事を作ったり、あるいは住民のショップの再建を手伝ったりなどができ、自宅を入手すれば冒険で得た資源を使って内装を自分好みにカスタマイズすることもできます。そして本作アーリーアクセス配信開始時点では、ナラティブ要素のあるキャンペーンの最初のチャプターや世界の住人たちについて深く掘り下げる追加クエストなどが収録予定。またエンドコンテンツとなるリプレイ性の高いセリムのルツボダンジョンやデイリーおよびウィークリーチャレンジなども用意されているとのこと。リリース後の最初の大型アップデートでは最大4人での協力プレイ要素が追加され、その後はストーリーコンテンツ、チャプター、追加マップエリア、農業要素、さらなる武器や防具、アイテム、敵やボスなどのコンテンツが追加される計画とのことです。ノーレストフォーザウィケットは2024年4月19日リリース予定、日本語対応の作品です。デッドアイランド2、街や島にはびこるゾンビと戦いながら生き延びるゾンビサバイバルアクション。2011年にリリースされたゾンビサバイバルデッドアイランドの続編タイトルで、2014年の発表から制作の一時中断や開発スタジオの2点3点の変更など紆余曲折を経て、昨年エピックやコンソールでリリースされ、ついにスチームにも登場します。
本作の舞台は前作デッドアイランドから数ヶ月後の世界。新たに発生した強力なゾンビたちの影響によって、アメリカ軍はカリフォルニア州を完全な検疫制限区域にして、プレイヤーはカリフォルニア、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ビバリーヒルズからベニスビーチまで、実際のロケーションをモチーフに再現された大都市を舞台に物語は展開。グロゴが過激描写である身体断裂システムが搭載され、ゾンビたちの内臓をさまざまな武器や戦術でぶちまけながらの激しい戦闘が繰り広げられます。またゾンビたちをなぎ倒しながら突き進んでいく中では、メインストーリーを外れたサイドミッションやアイテム探索を行ったり、強力なゾンビを避けるルートを取るなど自由に行うことが可能です。ゲームではそれぞれに異なる特徴や能力を持った6人のプレイアブルキャラクターが登場。特徴的なシステムとして過去作に存在したスキルツリーが存在せず、本作では新たにスキルデッキと呼ばれるシステムが追加されており、このシステムではスキルデッキにセットされた特殊キックやパンチなどの技を持つカードを入れ替えることが可能で、例えば戦っているボスが自分の攻撃に対して耐性を持っていた際、すぐにカードを入れ替えて戦闘スタイルを変更することができます。また本作はソロプレイのほか最大4人での協力プレイも可能で、仲間と共に血まみれの戦闘を繰り広げ、物語を楽しむことができます。デッドアイランド2は2024年4月23日リリース予定、日本語対応の作品です。100英雄伝、幻想水滸伝シリーズの新たな英雄譚を描く精神的続編 RPG。 本作はあの名作 RPG 幻想水滸伝の開発スタッフが再結集し、高い注目を集める中、発売延期や幻想水滸伝シリーズの生みの親として知られ、本作のシナリオ、ゲームデザインを手掛けた村山義隆氏の訃報を乗り越え、ついにリリースされます。そんな本作ですが、物語の舞台は人、獣人、エルフといった様々な種族、そして多くの価値観、多彩な文化を持つ国が集まるオールラン大陸。その一地方から始まる物語が描かれます。オールラン大陸はそれぞれの国々が神秘的な力を秘めた魔導レンズをめぐり戦乱の世に突入。魔導レンズの研究でその力を引き出す技術を習得したガルディア帝国は、さらなる魔導レンズを求め探索を行っていた。そんな中、主人公の一人ノアは諸国連合の警備隊に入隊し、帝国と共同でレンズ捜索の任務に就くが、そこで一方の主人公、帝国の若き士官セイ・ケースリングと出会い、目的の原子のレンズを発見するが、やがて帝国と諸国連合の戦乱に巻き込まれていくことになります。物語の主人公はノア、セイ・ケースリング、そしてレンズの力を扱えるガーディアンの少女メイサ。彼らは戦争という大きな激動の歴史の中で様々な英雄と出会い、100人以上のプレイ可能なキャラクターたちを仲間に加え、それぞれの正義と真実を見つけ出していくことになります。ゲームは独特な世界観と奥深い物語で描かれ、 3D 背景のフィールドを 2D ドットのキャラクターが駆け回る探索要素と、最大6人で挑むランダムエンカウントの単性コマンドバトルなど、クラシック RPG の懐かしい要素と現代的な要素の両方を楽しむことができます。100英雄伝は2024年4月23日リリース予定、日本語対応の作品です。ケチなこと言わずに。シャドウオブザデプス、ダークな世界を舞台にしたハクスラローグライク。本作は手書きアートで描かれるダークな世界観と、真上からのトップダウン視点が特徴のアクションゲームです。プレイヤーはそれぞれに戦う目的を持った5人のキャラクターから1人を選び、自動生成されるダンジョンに挑むことになります。選べるキャラクターは、盾と剣を使う戦士アーサー、素早い剣術を得意とする侍心臓、賞金稼ぎのダガー使いエリア、弓矢を扱うフェリス、そして魔法使いのステファニー。この5人はそれぞれに固有の戦闘スタイルを持ち、キャラクターごとに違ったプレイスタイルを楽しめます。ダンジョン内では敵やトラップだけではなく、突如壁が出現し大量のモンスターと戦うトルネコや試練でいうモンスターハウスのような要素や、不自然にアイテムが床に落ちているショップなども存在しており、プレイヤーは数々の困難を乗り越えていくことになります。モンスターとの戦闘を繰り返していくことで、パッシブ・アクティブスキルを習得する機会があり、140種類を超えるアビリティを生かした様々なビルドを構築し、特定の操作で発動するコンボ技を使って戦いの幅を広げることができます。またローグライクな本作は、プレイ中に獲得したリソースを使ってキャラクターの基本性能を向上させる高級的なスキルのアンロック要素や、攻撃力や防御力をアップさせる効果を持つルーンを3つまで装備できたりと、プレイスタイルに合わせたキャラクターのカスタマイズが楽しめるものとなっています。体験版も日本語で遊べ、独特な視点でのアクションを楽しめ、体験版では戦士アーサーと、アンロックしたのかちょっと覚えてないですけど、弓使いのフェリスをプレイすることができますので、気になる方はチェックしてみてください。シャドウオブザデプスは2024年4月23日リリース予定、日本語対応の作品です。
ウィスカーウォーターズ。猫を主人公にしたフィッシング RPG。 最近釣り系のアドベンチャーの両作が出ているので、その流れでしょうかね。この作品は面白そうではあるけど、なんか似合う気もして紹介しようかなと迷いましたが、紹介します。本作は猫、熊、鳥といった動物たちが仲良く暮らす世界を舞台に、プレイヤーは猫となってセミオープンワールドで作られたこの世界を冒険していくことになります。本作の特徴は釣りをメインにしたゲームプレイ。ゲーム内の魚たちはそれぞれ固有のトリックと呼ばれる、詳しくは分かりませんが、特有の動作や能力みたいなものでしょうか、それを持っており、釣り上げるためにはそれらのトリックを見極め、適切なテクニックを用いる必要があるとのことで、おそらく単調な作業にならないようにミニゲーム的なものになっているかと思います。また旅の途中では猫や熊、鳥など様々な動物キャラクターたちと出会い、彼らと友情を育んだり、彼らの悩みを解決することで報酬や冒険に役立つ特別な装備を手に入れることができ、冒険の幅が広がっていくようです。さらにゲーム内にはそれぞれ異なる特徴を持つ多彩なロケーションが用意されており、それらのロケーションでは独自のストーリーが存在するなど、プレイヤーは冒険と謎解き、そして動物たちとの深い友情を育む物語を体験することができるようです。ウィスカーウォーターズは2024年4月25日リリース予定、日本語対応の作品です。お電話ありがとうございます。キテレツ相談ダイヤル。無料で遊べる怪異判定アドベンチャー。本作は2024年2月に日本のインディーゲームサークルホラ界より配信されていますが、今回の Steam 版は大型アップデート版となり、怪異が新たに20体追加されているとのことです。ゲームは1994年、怪異が現実に存在する日本を舞台に、プレイヤーはキテレツお悩み相談室の新人相談員ミサコとなって、電話相談を通じて怪異の仕業かどうかを判定することになります。ゲームでは相談者の話と資料を照らし合わせて矛盾を探り、悩みが怪異の仕業なのかを判定していくことになります。相談者や怪異、相談内容は全てランダムで決まり、登場する怪異は100体にも及び、プレイヤーは相談者の悩みを何度も繰り返し聞き、全ての怪異を判定してコンプリートを目指していきます。ゲームの特徴として入国審査ゲームペーパーズプリーズから着想を得たとのことで、プレイヤーは資料を頼りに怪異の特徴を分析し、真意を判定することになります。難易度設定が可能で、メモ機能の自動化や制限時間の設定などプレイヤーの好みに応じてゲームの体験をカスタマイズでき、またクリア後には達人モードが開放され、新たな挑戦に挑むこともできます。本作を少し遊んでみましたが、ゲームは1994年平成設定ですが、かなり昭和感のある雰囲気が印象的でした。インパクトのあるオープニングからプレイヤーのね、グッと引き込むゲームデザインにやられましたね。以前フリーゲームにハマっていた時期にいろいろ遊びましたが、国産のフリーゲームって結構レベル高いと思うんですよね。今月4月は同サークルから星影の館殺人事件会話2も配信される予定となっており、なんか宣伝みたいになりましたが、日本のインディーゲームが Steam に登場するのはね、嬉しいですね。キテレツ相談ダイヤルは2024年4月26日配信予定、日本語対応の作品です。サガエメラルドビヨンド。8年ぶりとなるサガシリーズの完全新作ファンタジー RPG。 サガシリーズが持つ独自の世界観とキャラクター、複雑に分岐するシナリオ、そして洗練されたバトルシステムなど、シリーズ全体の多彩な要素を受け継ぎつつも、ファンタジー RPG の新たなる進化を遂げ、8年の歳月を経てついに登場です。本作連接領域と呼ばれる異なる17の世界を舞台に、それぞれの目的を持つ6人5組の主人公たちと共に壮大な冒険が描かれます。連接領域の各世界は独自の文化や環境を持ち、高層ビルが立ち並ぶ近未来都市から自然に満ちた風景、さらには魔法が支配する暗黒の世界まで幅広い舞台が設定されており、訪れる世界やそこでの行動によってシナリオが分岐し、プレイヤーの選択次第で物語は大きく変化していくことになるようです。バトルシステムにおいてもサガシリーズの伝統を踏襲しながらも新たな要素が加わり、ひらめきシステムや陣形を駆使する戦略性、技をつなげる連携によるダイナミックな戦闘を楽しめ、さらにはタイムラインバトルシステムによって戦略の深みが増し、敵との行動順を意識した戦いが重要となってくるようです。本作ではプレイヤーの選択がこれまでのシリーズの中で最も物語に大きな影響を与えるとのことで、様々な種族が存在し、それぞれの世界観が深く掘り下げられた世界で、プレイヤーの下した決断によってそれぞれのキャラクターたちの運命が左右されていくようです。個人的に思うのは、話ややこしすぎません？ほんま心配になるわ。スクエニーはね、苦い思い出がありますけども、あの頃を体験してるだけになんだかんだ言いながらも、やっぱり毎回ちょっとね期待してしまう自分がいます。
体験版ではプラットフォームごとに遊べる主人公が異なり、 PS 版ではミドー綱乗り編、スイッチ版はアメイヤ編、 Steam 版はティーバナンバー5編を遊べるので、気になる方はチェックしてみてください。サガエメラルドビヨンドは2024年4月26日リリース予定、日本語対応の作品です。ラスティーズリタイアメント、デスクトップの一部を活用する放置系農業シミュレーション。本作は PC 画面の一部を活用して他の作業をしながらでも遊べる作業のお供系の放置系ゲームです。プレイヤーは農場を管理し、ロボットたちが自動で行う水やりや収穫を見守りながら、環境に優しいバイオ燃料を生産し、必要とするロボットに販売してお金を稼ぎ、農場を拡大したり新しいロボットを雇ったりして、自分だけの繁栄する農場を築いていきます。ゲーム内では主人公のラスティやお手伝いロボットたちに指示を出しながら農場を発展させていくことになり、いろいろな作物を育てていくことで新たな作物が登場するなど、アンロック要素も存在しています。種まきから収穫までのプロセスは自動化されており、プレイヤーは隙間時間に作物の種類を選んだり、農場の拡張を行っていくだけとシンプルなゲーム設計。体験版も日本語で遊べ、チュートリアルはありませんが、シンプルなので直感的に遊べる感じでした。設定で画面下部に表示されるゲーム画面の大きさの変更やマルチモニターにも対応しており、別のモニターに切り替える機能も搭載されていました。体験版だからかもしれませんが、起動していると PC の動作が微妙に遅くなる気がしました。本作の制作を手掛けるミスターモリスゲームスは、過去作に高評価ロボットアクションハイクザロボットを手掛けており、その主人公ハイクもお手伝いロボットとして登場するようです。ラスティーズリタイアメントは2024年4月26日リリース予定、日本語対応の作品です。サンドランド。鳥山明氏の漫画サンドランドを原作としたアクション RPG。 原作者はもちろんドクタースランプやドラゴンボールを世に送り出し、先月3月にお亡くなりになった漫画家鳥山明氏。そして本作サンドランドは2000年週刊少年ジャンプにて全14話の短期集中連載で描かれた作品であり、鳥山明氏が老人と戦車を描きたいということから作られたとのことです。そんな本作ですが、原作の物語である人間と魔族が共存し、水不足に苦しむ砂漠の世界を舞台に、悪魔の王子ベルゼブブが人間の保安官ラオと出会い、伝説の幻の泉を探す旅に出るといったストーリーが描かれます。ゲームでは広大な砂漠の世界を探索し、住民たちの依頼をこなす中でメカのパーツや設計図を入手することができ、多彩なメカを駆使したバトル要素では戦車砲による火力と装甲を備えたバトルタンクや、高所移動や範囲攻撃が得意なジャンプメカ、近接戦や障害物の持ち上げなどを行えるバトルアーマーなど、それぞれ特性を持つメカを駆使した戦闘が展開し、これらのメカは手に入れたパーツや設計図を用いて強化やカスタマイズすることができます。またベルゼブブたちの拠点となるスピノの町では、魔物や人間からの依頼を受け、移住者を増やすことで町が発展し、新しいメカの設計図やパーツを開発強化することが可能となり、これにより探索範囲が広がり、まだ見ぬ世界へと足を踏み入れていくことになるようです。鳥山明氏のデザインとアンリアルエンジン5を用いてのグラフィックは美しく、原作の世界をゲームとして楽しむことができそうです。サンドランドは2024年4月26日リリース予定、日本語対応の作品です。マナーロード。ウィッシュリスト登録数200万件を超える中世を舞台にした街づくりシミュレーション。今月4月に入りハデス2を抑え、発売前ウィッシュリストランキング1位を獲得した注目作です。本作は14世紀末フランケン地方の芸術と建築に影響を受け、美しいグラフィックで描かれた中世ヨーロッパ風の街並みが立ち並ぶ様子を楽しむことができ、プレイヤーは荘園領主となって村を賑やかな都市に発展させ、資源と生産ラインを管理し、自身の土地を拡大していくことになります。住宅地、商業区域、工業地帯を設定して農場を作り、動物の生息する場所には狩猟小屋を配置し、木材を確保するために伐採所を建て、領民の生活基盤を整えていくことになりますが、街づくりはただの建築だけではなく、交易路を整え、農業や産業を起こし、経済を成長させるという深い戦略性を持ち、効率的な都市計画や土壌の用肥度に応じた農場作成など、環境と調和を図る要素も盛り込まれています。そうして領地が発展すれば、近隣の領主との摩擦が生じ、戦争が勃発することもあり、大規模な舞台ベースでのリアルタイムバトルが展開。農民や傭兵、領主直轄の兵士をバランスよく配置しながらも、労働者を失い、自国の経済が破綻しないように考え、戦争を行わなければならないよう気を配らなければなりません。
以前遊んだ体験版ではゲームの作り込みが素晴らしく、史実に基づいたリアルさの追求が取り組まれ、グリッド線に縛られない街づくりはより本物らしく、より自由に中世の街をデザインすることができました。作った村をプレイヤーが領主自身となって歩き回れ、民衆の生活を現地視察することが可能です。これが意外と便利で、こういったゲームによくある物流の最適化ができているか、現場でキャラクターを追いかけて確認することができるのが便利でしたね。あとはね、建物を建てている時の建築工程が非常に細かかったり、市場で売られている品物も倉庫内にあるものだけが陳列されていたり、グラフィックのみならずそういったところにもこだわりを感じさせてくれます。マナーロードは2024年4月26日リリース予定、日本語対応の作品です。クロノアーク、パーティーベースの高難易度デッキ構築ローグライク RPG。 本作は2019年12月20日アーリーアクセスでリリースされ、4月26日に正式リリースとなります。物語は遥かな昔、怪物の侵略により人類滅亡を予見した科学者たちはアークという空に浮かぶ島を作り、人々を避難させましたが、プロジェクトに関わった人々が次々に姿を消し、残されたメッセージは時計塔を起動すれば全て元に戻せるという言葉だった。プレイヤーは記憶喪失の少女ルシーとなって、異なる能力を持つキャラクターたちと共に世界中に散らばっているタイムシェードという欠片を集め、時計塔を起動させ世界を元の平和な状態に戻す旅が描かれます。ゲームでは歪みの地を舞台に、ランダムに手に入るスキルや仲間を集め、最大4人でのパーティーを組み、目的となる時計塔を目指していくことになります。戦闘はカードスキルを使ったターン制バトルで展開、ルシーのカードとパーティーメンバー全員のカードを統合したデッキを手札に戦っていくことになります。仲間になるキャラクターは攻撃系や防御系といった役割のようなスキルを所持しており、このパーティーメンバーの組み合わせを考えるのが重要であり面白いところ。様々なスキルカードやアイテムを集めたり、条件を満たすことで新しいキャラクターをアンロックすることができ、パーティー編成の幅が広がり、さらにはメインストーリーのほか、世界観や出来事が断片的に描かれる記録物の収集要素もあり、周回を繰り返していくうちに真実が明らかになっていきます。またアニメ調の可愛らしいキャラクターとは打って変わってかなり高難易度の作品。クロノワークは2024年4月26日正式リリース予定、日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。エイジオブウォーター、海洋世界を舞台にしたオープンワールド MMO。 グラフィックデザインは違いますが、第一印象は三軒ランドな感じ。本作の舞台は文明が崩壊した遠い未来の地球。地球上の陸地が完全に海に沈み、生き残った人々は高い建物や人工物の上にコロニーを築き、ボートや戦闘艦で海を渡りながら生活している世界。プレイヤーはそんな世界で一人の船長となって、モーターボートや小型船で広大なオープンワールドで構成された未知の海域を冒険しながらも、新たなコロニーを発見してそこで生活する人々と交流したり、彼らからのクエストを受けたりして自由に生きていくことになります。本作の醍醐味は何といっても船のカスタマイズ要素、ロマンですよね。船は数十種類の船体と数百種類のパーツから構成され、小型船から全長30メートルにも及ぶ巨大船まで自由にカスタマイズすることが可能。武器や防具の装備、適切なクルーを集めることが重要となり、さらには隠れ家として自分だけの海上基地拠点も作ることができるようです。ゲームはクエストをこなしながら進めていくことになるようで、その中では海賊との戦闘やお使いなどで資源を獲得して船を強化するだけではなく、自分の装備やスキルを強化していく成長要素もあるようです。また作中では PVP 要素もあり、海賊や他のプレイヤーとの戦いに挑むことができたり、艦隊を組んだ大規模な海戦などもあるようです。エイジオブウォーターは2024年4月18日リリース予定、日本語未対応の作品です。オットスパーク&オートメーションアドベンチャー、工場自動化リアルタイム戦略アドベンチャー。本作は現在 Steam ストアでは日本語サポートなしですが、アーリーアクセスリリース時に日本語に対応すると発表されています。奇妙で可愛いスパークと呼ばれるキャラクターが住むファンタジー世界を舞台に、プレイヤーはスパークたちに指示を出し、自動で動くワークショップの設計から資源の収集、アイテムの生産、そしてモンスターとの戦いまで幅広いゲームプレイを楽しめる作品です。本作ではベルトコンベアを駆使する代わりにスパークたちが活躍し、物流の最適化を目指すには彼らの動きを管理することが重要。またスパークたちを連れての冒険では、様々なバイオームでの多彩なクエストなども用意されており、遺跡やダンジョンなどで敵と戦い、新たな技術やアイテムの入手のほか、謎に満ちたスパークの過去を解き明かしていくといったストーリー要素もあるようです。本作はシングルプレイのほか、公式サポートは最大4人ですが、人数の上限はないとのこと。
スパークたちと共に自動化を行い、奇妙で魅力的な世界を冒険する工場自動化アドベンチャー。オッドスパーク&オートメーションアドベンチャーは2024年4月25日リリース予定、日本語未対応の作品です。レッドバイオンス D バイゴン、未来のディストピアを舞台にしたポイント&クリックのアドベンチャー。フューチャー・ノワールスリラーと評される本作。物語の舞台となるのは古代頭脳と呼ばれる存在によって支配されているディストピア都市、惑星テラハイブ。この惑星テラハイブは貧富の差が激しく、富裕層と貧困層との間には大きな格差が存在する世界。本作はそんな世界で探偵業を営む引退したハードボイルドデカジョン・クーパーが上流階級の少女の行方不明事件を調査するうちに、事件は予想外の方向へと展開していくことになります。ゲームはオーソドックスなポイント&クリックのアドベンチャー。本作はストーリーに重点を置いたゲーム設計となっており、ストーリーは1000を超える選択肢から形成され、プレイヤーの選択によって結末が変わるマルチエンディングシステム。プレイヤーは物語を通じて様々な選択を下すことになり、時には厳しい結果をもたらす選択を迫られることもあるようです。欲望や腐敗が渦巻くディストピアを舞台に、ハードボイルドデカが最後の事件に挑む探偵アドベンチャー。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。レッドバイオンス B バイゴンは2024年4月30日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は2024年4月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。気になる作品はあったでしょうか？ありまくりですよね。4月下旬はね、注目作から伏兵的な作品までかなり面白そうなのが出揃ってましたよね。まあゴールデンウィーク前だからでしょうか、国産ゲームはもちろんですが、海外の日本語対応作品も多い気がしました。いやー、どうしましょうか。明日のね、インフェクションフリーゾーン出ますし、そう言ってる間にマナーロードも出るし、結局また何も変わんまま終わるかもしれません。今回は以上となります。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様、明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。